2号です。本日も頑張っていきましょうということで、テープな、楽々テープなですね、私が愛用しているテープな、高子さんからコメントありました。テープナーが欲しくて量販店に見に行きましたが8800円、税込みですよね。赤と黒いやつ、私と同じやつですかね。最新式のやつ、軽くなったやつ、あとこの握力も少なくて済むやつ、でテープナーは、まあ、芯があって金属製のバチッとテープを留める感じですねここはあのホチキスじゃなくてグッとこう押さえて圧縮してなんか留めるやつもあるんですけど、名前は忘れました。テープナーじゃなかったですね、ありますね、8800円、高いのか安いのか分かりませんでしたが、どうなのというところなんですけど、私も同等の値段で購入してます。9000弱、もうちょっと安かったかなって気もしますけど、8800円より安かったかなって気もしますけど、まあ大体そんなもんかなというところで、皆様どうでしょうかまあ使われてる方がどれだけいるかって話なんですけど、で当時キャンペーンやってて、古いテープナーを持っていけば1000円引きになるとか2000引きだったかな、1000とかそんなんありましたけど、まあそれはちょうど私もキャンペーン切れちゃってたんで、で古いテープナー持ってないんでそう、だいたい9000弱だったかなと。そして結束、まあバチって止めたとこですよね。結構強いのでしょうか、教えてくんろってことで、結構強いと思います。ただハウス、私ハウスでしか使ってないんで、雨風しのげるんで、まあ高尾さんもハウスで使うんですよね。何にもよるかにもよるんですよね。多分あれ重さがある程度の重さまでしか止められないと思うんで、それより重いものやるとやっぱり負担がかかってテープな芯がパンって取れちゃうと思うんですよね。だから私がツルツルツルとか言って一個ツルを棚線に固定して、さらにそのツルをテープナーでとかやってると、ここの最初に棚線につけたここの重みがどんどん増してて、ブランとか、たまにあります。ほんとたまにですね。そうだからこう過剰につけちゃった場合とか、普通に1本を棚線のしっかりやつしたやつにパンって止めればめったに取れないのかなって思います。あとは止め方もしっかりこう押し込んでガチャッと、なんていうんですかね、テープに対してこの芯がガチャッとしっかり入ってればいいですけど、たまにずれちゃってる時とかあるんですよね。斜めに入れたりとかテープ直すると、そうすると外れやすい。で私光分解、まあ日光によって分解、光分解テープ使ってますけど、それはまあ確かに時期が来れば弱くなっていく、劣化していくのかなってあるんで、通常のテープナーのあのテープはあれはもうすごい丈夫ですね。だからどっちかっていうと、あの止める方の金属の芯の方が錆びるとか抜けちゃうとかかなぁと、切れるってこともまああると思うんですけど、だから綺麗にあの、ちゃんと柵の終わりに回収してやらないとずっと土に残っちゃう感じですね、あのテープ。光分解はどうなのかなというところなんですけど、土の中入っちゃったら残っちゃう気がしますね、光が当たらないと。ということでちょっと長くなってしまったんで、まあ値段的には8800円、そんなもんかなってところと、あと強度的には問題なく、やり方にもよると思うんですけど問題ないと思います。皆さんもなんか意見があればよろしくお願いいたします。はい、テープナーデビューですね。まあ場合によっては、それからアブラムシお亡くなりになっていてよろしゅうございましたということで、苦売りですね。はい、結構お亡くなりになってましたね虫ラップ、それから前回やりましたんで、やっぱ本当に5日遅くとも1週間おきに入らないとダメですね、あれは。大変だな、丸屋根も角屋根も両方なんで。でも丸屋根の方は100本しか植えてないんで30分ちょっとかなで全部終わりますね。30分ってことはないか、1時間弱、なのでもうローテーションに組んで、カレンダーに書き込んどいてやるっていうような、
まだいけますね。あれも鶴がいっぱい出てくると大変になってきますからね、かけるところ。はい、それから STMT さん、格言アザスということで、はい、採用させていただきました。 STMT 2回目ですね、うん、1回目何だったか忘れちゃいましたね。それからヨウさん、虫フラットシート、アザミンは 40% 以上の忌避効果ということで、フラットシートご存知でしょうか。実は私知ってるんですよね、うん、名前こそ知らなかったですけど、実際近所、まあ、比較的近所、これが分かりやすいかな、こういうハウスの周りに白いシートを敷くと、うん、じゃあ何、それで何するのって言ったら、これだ、これですね、紫外線を乱反射、太陽の乱反射することでスリップスが方向感覚を失っちゃって飛べなくなって落ちると。うん、そう、でもあんまいないんですよね、これつけてる人。近所に一軒しか知らないかな。ハザミウマって、そう、私もよく最近見るんで、飛ぶっていうか、パーンパーン、なんだろう、なんでしたっけ、パーンってこうパーンって感じで飛ぶんですよね。結構じーっと動いてるんですけど、多分危険を感じるとパンって飛ぶんだと思うんですけど、ただあのパーンって飛ぶので、あれで移動してくるとは思えないんですよね。だから絶対風に乗ってくるのかなと思ってて、うん、強風の時とかだったら風に乗って、そのパーンパーンっていう自分のそのひっくり返るのを何回か繰り返してるうちに、どんどん風に乗ってって飛んでくっていうような、なんかそんなイメージで、風に乗ってハウスの側層にポンってくっつく、うん、で中に入ってくる、もしくはハウスの周り草ぼうぼうにしてれば弱い風でも自力でも入ってこれると思うんですけど、ハウスの周りそれこそまあ5メーター10メーター綺麗にしてれば自力で飛んでくることはないのかなと思うんですよね。風に乗ってくる、それから下から張って上がってくる、うん、のかなと思って、これもどうなんだろうと思うんですよね。これ下にポトッと落ちたのが歩いてハウスの中入ってこないですかね、横にポッと。このシートがもうペタってくっついたらお亡くなりになっちゃうとか、アザミはってことでもないですもんね、シート、うん、ただあるとないとではやっぱり 40% の忌避効果ってことなんですよね。うん、そう、値段にもよりますけど、私も今黒の防走シート、ハウスの周りにこうやって敷いてあるんで、それを白にしてみればいいんですよね。うん、今度張り替える時は白にしようと。まあこれも特殊なシートなんでしょうから、まあ5年10年持っちゃうんでしょうね、持つのかな、虫フラットシート。そう、まあこれ必要ですよね、まあ、おのずとここに雑草も生えなくなりますしね。うん、一時考えたこともあったんですけど、実感やってみないと分かんないってところありますよね。私なんか本当周りに何にもないじゃないですか、格屋根って。だから本当まあ自分で雑草を生やかした、もしくは強風で飛んできた、でここ最近そんな雑草を生やかしてないつもりなんで、うん、飛んできてるんだとしたらと思いますよね。転送の防虫ネットとかからもポトンと落ちてくるんでしょうからね、風でくっついて、うん、あとは張ってくるっていう可能性もありますもんね。うん、まあでも一番これで防除できるのが楽ですよね、一回まあ敷いちゃえば。うん、こうまあこの手の白いシートお使いでって方がいればコメントいただけたらなと思います。うん、アザミウマ、アブラムシ、コナジラミ、全部厄介ですからね。アブラムシには関係ないですかね、コナジラミとかも結構やつら飛ぶんで、紫外線をこう乱反射させると飛べなくなりそうな気もしますけどね。コナジラミは問題ないのかな。うん、ありがとうございます、ヨウさん、突然ありがとうございます。
それから STMT さんですね、あ、昨日葉緑素コンクだったらキュウリの色が真っ黒になったと。今日も黒いですね。やっぱ天候にもよると思うんですけど、お日様出ると真っ黒になりますね。うん、葉緑素やっぱそういうことですね。うん、クロロフィルとの反応が光合成促進の仕組みですねと。うん、そういうことか。光合成促進どうなんでしょうか。葉緑素をまあでも促進されるんですよね。クロロフィル、葉緑素をキュウリに吹きかけてやれば光合成促進される。うん、窒素が効いている、それは両方かもしれないですね。うん、だからあの懸垂者の葉緑素コンクっていうのはすごいんですかね、もしかしたら。うん、クロロフィールとかってあのガムとかにも入ってるんでしたっけ、あれ違うかな、食品添加物でしたっけ、違うな、ん違うな、着色料、あれクロロフィール着色、どっちかというと着色料ですかね。うん、それからこの計算駆動タンカルっていう資材ってこういう名称で売られてるんですかね。これですね、昨日から STMT さん計算駆動タンカル、私調べても出てこないですよね。タンカル、炭酸カルシウム、計算じゃなくて、駆動タンカルみたいなとかはあったりするんですけど、計算駆動タンカルっていうのは出てこないんですよね。で、駆動器石灰、タンカル、クエン酸、カルシウム等 pH やカルシウム分を調整してますと。肥料の長さピークをずらしながら効くように入れてますということで、いやもうよく考えられてますね。うん、微生物による分解、根っこによる分解、また逆にそのカキ殻とか、まああれも有機質だからカキ殻とかも微生物による分解ですかね。あとは根っこか、根っこから酸出しますもんね。根酸じゃないや、根酸って言うんでしたっけ。そういうので溶けていく私は今回はカルシウム資材入れてなかった。でもイブキの多分卵の殻のカルシウムが入っていた。で今は酸化カルシウムか、あれあの MG 水だし、あれちょこちょこ毎日のようにくれてますけど、マグネシウムカルシウムその他ミネラルと微量要素が入ってる。うん、この策なんかあれで追肥追肥でいきたいなと思ってますね。いろいろ戦力とか微量要素系のやつ持ってますけど、どんどん絞っていきたいなっていうのがあります。うん、そうで元肥もいつも pH が高めだったんでカルシウム入れてないんですけど、イブキを入れると結局入っちゃうと。うん、で多分発酵が進んでるんだと思うんですよね、あの卵の殻も。だから結構吸収しやすいのかなというですね。だからすぐなくなっちゃうのかなと。あと水に溶けやすかったりとか、うん、そう pH、 また久々にそうだ pH21、 そうだこの間結構前でしたっけ、あれあれミツバチ分布さんから言われて、ちょこちょこ測るといいですよってこと言われて、土壌診断も出した方がいいですよって言われて最盛期に向けて、今結構これからどんどん切れ、特に MT フェニックスが切れ始まると思うんですよね。そうそう。でちょっと私最近考え改めたのが、昔はあの肥料効きすぎて病気になるみたいな、まあそれがちょっと埼玉原種のある方に言われて逆です、逆みたいな、くれるだけくれて逆に肥やし切れて病気になることもなんとなく最近うすうす気づいてきましたね。そう、特にカルシウム系キュウリと葉っぱが落下さみたいな、こんなになる、って若干あるんですよね、こういう葉っぱ。まあ線虫でしおれてるんじゃなくて、これな、ほんとこういうなんかふわっとした感じですね。そういうとか、あとは実のくくれかとか見ながらカルシウムはやってますけど、まあ、くれすぎると拮抗作用とか出てきちゃいますからね。あと pH 上げすぎるとか、微量要素が吸えなくなっちゃうとか、はい、注意します。ってことでこの
この商品ですよっていうのがあればですね、教えていただきたいなと思いますね。じっくりちょっと調べたい、うん、それからトマトの管理について、そうバッテンさん、トマトファームさんから同じコメントいただいてますね。まずは STMT さん、トマトは育苗の時だけ加温してますと。あ、育苗時か。まだ育苗時ですよね。定食、これから定食するんですもんね。定食後は トンネルかけるだけですねと。あ、トンネルだけで。キュウリとトマトじゃ管理違うと思うけど、やってみるのもありかもなと思いますと。なんか私言いましたっけ、ありかもな。私は最低気温が15度超えると雨がザンザン降っていようが再度フルオープンですねと。あ、15度なんですね。これあと、この後トマトファームさんからも、フォーユーさんからも、はい、15度、なるほどね。廃カビが嫌なのと、締め切ると二酸化炭素が不足しがちになるのでということですね。それからバッテンさん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。ハッピー令和、明けましたね、無事に。トマトを10度を下回ると生育がストップしちゃいますねと。10度以下は、だから顔も促成でやるなら10度、メモリは10度12度ぐらいですかね。暖房機13度かな。上は32度ぐらいまでまた不具合出ちゃいますと。やっぱそうなんですね、上げすぎると。で、私のハウスではトマトは作れないかもしれないですね。35度とかいっちゃいますからね。リコピンが生成されないんでしたっけ、確か。トマトは湿度を嫌うのと、というより受粉しないと結果実がつかないってことですね。果実が蜂を飛ばすために暖房機回しながら換気することもしばしばと。病気予防も兼ねてますからと、兼ねてますがということですね。やっぱそうなのかな。やっぱりサイド開けてで15度から昼の温度、まあ25度ぐらいのためにが開けて暖房機25度で回すとか20度で回すとかいうことを やるってことですね。そう、私もやってますけどね。さすがに即走を全開でっていうのは無駄になっちゃうかなと思ってけど、そういう時は即走は閉めますけどね。転送を開けてても暖房機回す25度設定とかね。そう、確かにキュウリって結構なんだ、病気に弱いって言ってる割には、そういう多湿な環境結構欲しがるというか。そっか、そうですよね、真夏のジメジメしたような時のキュウリですからね。だから難しいのか。だから午前中、昔言われたのが、午前中はちょっと多湿にして午後はカラッとさせるっていうのは、無理だったですね、その管理が。私にはやっぱ午前中多湿にしちゃうと午後抜き切れずに結局一日中多湿になっちゃってみたいな。で、真夏に関しては湿度持たせられなくて温度が高すぎてミストとか欲しいななんて遮光してとかやってますけど、結局うどん粉が出ちゃうと難しい。ただまあ最近よく思うのが、しっかりその肥やしを効かせて木を徒長しないようになるべく育っていけば病気もだいぶ落ち着いてくるのかなっていうところありますね。今までやっぱり徒長させちゃって、で炭酸ガスもあれ大きいのかなと思ってますね。あの角屋ね、どうも炭酸ガスが不足してる気がするんですよね。だからキュウリ、木自体も徒長してますけど、昔は実もすごかったですからね。なんかそう、しっかりしてないっていうか、徒長気味の実というか、そうそうそう、ただ水ばっかりくれて水で膨れちゃった実っていうかですね、なんだろうでかくなりすぎちゃって。それからフォーユーさん、トマトは冬場の促成の管理はわからないですが、温度が足りていれば換気を積極的にすると思いますと。こちらは山間部なのでまだ野温が低いので早めに閉めてますが、15度程度あれば
換気し始めますと。朝から昼は25から23度ってことですね。25、うん、夜温が上がるまで内張りが欲しいと思う今日この頃という。あ、なるほど。夜はやっぱり内張り下ろしてってことですよね。うん、なるほどね。そうか、そうですよね。これこのアイコンがフォーユーさんのハウスですもんね。うん、そっか。トマトは25度、10度下回ると、で積極的に32度超えると問題が出てくる、不具合出ると。うん、そう、ちょっとだから午前中はそうですね、陽さんも言ってましたよね。もう寒い時点から開けていっちゃう。まあでも15度みたいですねあ、まあ15度で全開みたいな感じかな。うん、まあ、まあ難しい。はい、ということで勉強になりました。トマトやっぱりこう、やっぱりでも午前中とかからこう換気していくってね、やっぱトマトの管理を意識していった方がいいんじゃないかなと思いますね。うん、キュウリもそうそう、ある程度乾かしてやらないと根っこは吸えないと、水を。うん、そうそうそう、そうなんですよ。根っこから水を吸わせるためにキュウ、まあ多分 20-30% でいいんだと思うんですよね、キュウリの場合。湿度はで、どんどん水与えて吸わせて炭酸ガスもやって膨らましていくっていうような、はい、ということで、はい、あ、STMT さん、この計算駆動タンカルっていう商品教えてくださいはい、ということで明けましておめでとうございました。はい、令和バッテンさん、はい、頑張ってまいりましょう。最初はピッコピッコじゃんけんグーじゃそうだ、高子さんのコメントがそういえば消えちゃってましたね。なんでしょう、これもやっぱり例のやつですかね。これご自身で消されたんですかね。楽しい友達の話、笑い転げましたってことですね。友達ってやつですよね。何もかも終わらないし、気持ちだけが先立ち進まないよね、と、ご苦労様ですと、ありがとうございます。これは消された、本人が消されたんですかね。確かにこの友達の話、今日もキュウリ詰めてて、ひったすら笑ってましたね。まあ、みたいな。いやー、はぐら農園さんって楽しい人だなーと思いました。うん、最高でしたよね、あれ。うん、またちょっと動画編集してニヤニヤしちゃうかもしれないですね。はい。ここ、脇開けてんの分かりますかね。これが、こう、マッチョスタイルピオ。スタイルマッチョ。足は細い。スタイルマッチョ。チョロ農園のチョロです。ピオの泥遊び第2弾、かなりの至近距離で撮れております。どうですか、可愛いですよね。はい、なんかあれやってる時に表情もですね、なんか普段のですね餌を探している表情とはちょっと違ってですね、ちょっとなんかのぼせた感じになってるんですよね。頑張れピューちゃん、ピューちゃん、頑張れ頑張れピューちゃん、ピューちゃん、おっ、おっ、おっ、飛び出す、産んだ、いいね、いいよ、いいねこれ、いいね、お尻綺麗だね、ピューさん、なんかいるのかい？ピューさん、こっちですよ。